おはようございます、今日の話は神殿を耕すという北尾吉高さんの本の中から努力する人は希望を語るという話です。小説家の井上靖さんの言葉に努力する人は希望を語り怠ける人は不満を語るというのがあります。ある中学校の学校代理にはこの言に関し次のように書かれています。同じできないことでも希望を語ることと不満を語ることとは異質なことであり、一方は未来を語るのに対し、一方は今に対しての不満を語っており、両者の意識の使い方がまるで違うと思います。言霊という言葉があります。言葉に宿る霊の意味です。古代の日本人は言葉に宿る霊力が言語表現の内容を現実に実現することがあると信じていたそうです。現代に生きる我々も言葉を大切に使い、希望を持っていきたいものです。先達先哲の宣言ヘック、ほんのちょっとした短い言葉ですね。今大きな力が宿っているということでしょう。宣言ヘックは時として個人の行動や考え方、あるいは思想といったものに多大な影響を及ぼしています。そういう意味で宣言ヘックには魂が込められており、その魂はさまざまな人にいろいろな形で響いていくんだろうと思います。私が支持する明治の知の巨人安岡正弘先生は昇進語録の中で次のように述べておられます。我々の生きた悟り、心にひらめく本当の知恵、あるいは力強い実践力、行動力というようなものは決してだらだらと概念や論理で説明された長ったらしい文章などによって得られるものではない。体験と精神の込められておる極めて要約された宣言ヘックによって悟るのであり、またそれを把握することによって行動するのであります。先生の言葉は全くその通りで、そうした宣言ヘックを頻繁に念仏のように唱えることで自身の習慣のように身につけていくことが大事だと思います。日頃から何事も言は行に結びつけねば無意味であり、日々の生活の中で知を合一的に事情をまれにしていくのであります。冒頭の努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語るという寸言も人に響きます。水古道賢水という陸将客が書いた古典の中から会心の名言を収録した読書録なんですが、新人の言は美、成人の言は勘、賢人の言は名、愚人の言は他、精進の言は妄という言葉が再録されています。森先生が、新蔵先生ですが、述べておられる体験と精神の込められておる極めて要約された宣言ヘックはまさにこの美勘であります。じゃあ今日はこれで終わります。